悪いわね、こんなことに付き合わせちゃって。お父様が急に領地から出てランドソルに滞在するって言うから。軽い挨拶だけって言ってあるけど、がっつりプレゼンして私の商売に投資してもらうんだから。通信魔法で交渉しても拉致が開かないんじゃ、もう直接乗り込むしかないわ。ああ、あんたは何もしなくていいわよ。資料を運んでもらえればそれで十分。これまでやってきた取引の商材とかがあるから結構かさばるのよね。って、あれ、ちょっとなんか光ってるんだけど。そんなもの持ち込んだ覚えはないわよ。あんた変なもの混ぜ込んでないでしょうね。あら、こんなところで会うなんて奇遇でもないか。私もあんたもここにはよく来るものね。大丈夫って何がよ。私は別にいつも通りって、あんたはごまかせないか。そうよ、お察しの通りちょっとへこんでるわ。別に嫌なことがあったとかそういうわけじゃないんだけど、いや違うわね、あれは多分嫌なことだったんだわ。さっき子供の頃に私をいじめてた連中に会ってね。あ、今さらまたいじめられたとかじゃないのよ。むしろその逆、なんか妙にへりくだられちゃって、こっちもどう対処したらいいかわからなくて、取り繕った外面で対応したんだけど気持ち悪くてね。私たちまだ高校生よ。社交の場ってわけでもないのに、そんな嘘くさいやりとり必要ないでしょ。なんて愚痴っても仕方ないか。幸いあんたは昔と変わらないんだし。いや、そりゃまるっきり同じだとは思ってないけど、いきなりどうしたの？それになんでカバン掲げてるのよ。中身は勉強道具？それがどうしたの？ちゃんと勉強するようになった？何よそれ、大げさに言わないでよ。深刻なことでも言われるのかと思っちゃったじゃない。あんたが相変わらずで本当に嬉しいわ。何よ不服そうな顔して。勉強するようになったことは偉いと思うわよ。もう笑って悪かったわね。そうだ、お詫びにあんたの勉強見てあげるわ。私も暇してたところだしね。ここなら落ち着いて勉強ができそうね。ほら、あんたが変わったっていう証拠を見せてちょうだい。ああ、そんな一個一個組み合わせを総当たりで書かないで、さっき教えた公式を使いなさい。そんなやり方してたらテストの時間終わっちゃうでしょ。いや、総当たりを書く速度を上げられても努力の方向性が間違ってるわよ。そもそもこれってだいぶ前に習うことじゃない？なんで今さらこんなところやってるのよ。まさかずっと勉強サボってたんじゃないでしょうね。微妙な間が気になるところだけど、それならなんでこんなとこ今さらやって。ああ、そういえばそろそろ全国模試があったわね。そのためか。模試はやっつけてどうにかなるもんじゃないんだから、普段からちゃんと勉強しておきなさい。苦手を克服しようとする姿勢はいいと思うけどね。って褒めたそばから総当たりに逃げないの。はあ、私が同じ学校だったら毎日勉強見てやれるのに。学校で勉強見てくれる子とかいないの？あんたってなんやかんや顔広いからいそうだけど。確かに自分でやらなきゃ身につかないものね。偉いじゃない。そして見てくれる子がいることは否定しないのね。そりゃいるわよね、あんたのことだし。ん？いや、なんでもないわ。どんな子に勉強を見てもらってるのか気になっただけよ。その子も相当苦労してそうだから。どんな子なの？え、ちょっと待って、考え込むくらいたくさんいるの？それはちょっと予想外だったわ。
当たり前だけど、今のあんたのことはあんまり知らないのね。確かに、あんたも昔と違うって思い知らされるわ。いや、得意げな顔しないで、勉強のことじゃないから。私の知らないあんたがいるんだなってことよ。学校が違うんだから、そりゃそうよね。学校ではどんな風に過ごしてるの？楽しい？聞いといてなんだけど、親みたいな聞き方ね。やっぱ今のなし、忘れてちょうだい。楽しいのは何よりね。あんたならどこでも楽しく過ごせそうだけど、私の学校に転校してきてもすぐに馴染めそうだし、もし一緒の学校だったらどんな感じなのかしら。いろいろ面倒を見たり振り回されたりで疲れそうな気もするけど、それはそれで楽しそうね。それに毎日勉強も見てあげられるしね。何よその嫌そうな顔。勉強は学生の本分でしょ。同じ学校ならあんたのそんな顔を毎日見られたのかしら。あ、でもそっか、まだ可能性は残ってるのよね。それはそれで面白そうだけど、そっちじゃないわ。ほら、あんたが今勉強してる理由よ。いや、留年しないためっていう消極的かつ切実な方じゃなくてね、もっと建設的な方。大学よ、大学。大学ならまだあんたと一緒って可能性が残ってるのよね。とことん勉強頑張って、あたしと一緒の大学目指すなんてのはどうかしら。なんて冗談よ。忘れてちょうだい。こんなこと言うのはあたしの柄じゃないわ。さ、ちゃんと勉強に戻りましょう。さっきよりもっと厳しく見ていくから覚悟しなさい。サレンちゃんが目指す大学、レベル高そうだから相当勉強しなきゃいけなさそうだけど、頑張りなさい。サボるのは許さないから。って、今そんな話をしても仕方ないか。こんな状況だと未来の話ってのは考えさせられちゃうもんな。あんたたちには明るい未来が待ってる。大変な道のりだけど、それは間違いないわ。それ以外の未来は私が認めないもの。変わらないものなんてないのかもしれないけど、変わった先で幸せをつかむことはできるのよ。楽しい未来をサレンちゃんに見せてあげなさい。あんたならできるって信じてるから。あれ？私寝ちゃってた？おかしいわね、こんなところで寝るなんて。なんか将来の話をする夢を見た気がするんだけど。え？あんたもそんな夢見たの？私と一緒に過ごす将来？は？あ、いや、でもなんかそんな夢だった気がしてきた。でも、あんたとはなんやかんや一緒にいること多いわよね。今以上って言ったら、ずっと一緒にサレンディア救護院を運営していくとか？私ったら何バカなこと考えてるのかしら。そんなことより今はお父様へのプレゼンよ。この日のためにいろいろ準備を重ねてきたんだから。